このぐらいで面白いですね。ほっと胸をなで下ろしている人は多いだろうから始まるんですよ。なぜかって言ったら、ガーシーが、YouTuber でありながら国会議員でもあるガーシーこと、東谷義和氏の YouTube チャンネル、ガーシーチャンネルが凍結されて2週間が過ぎようとしているって。だから、ほっと胸をなで下ろしている人も多いだろうっていう話ですね。市が所属する NHK 党の立花党首は、自身の YouTube チャンネルにて、この状況に関しては僕は来るだろうなと思っていた。全く焦ってもいません。来るべき時が来たと語った。ガーシーチャンネルがなくなることについてはガーシーには申し訳ないけど想定していましたと。あっさりしたものだったと。そうね。でしょうね。みんな思ってましたですね。この立花氏の発言について、新聞記者は、立花当初初めから分かっていてガーシーにはやりたいようにやらせていたんでしょうね。ガーシーの発言が過激であればあるほど注目が集まり、周票にもつながるという面もあった。選挙前にバンされていたらそれそれで絶対ガーシーを当選させようとする同情票が集まったでしょう。どちらにしても立花党首の想定通りになったわけですから、ガーシーは十分に役割を果たしたとも言える。ガーシーのアカウント停止されても立花氏にとっては痛手ではないでしょうっていうふうに言ってて、結局ね、まあそれは僕も思ってますけど、立花さんの方がね、上手なんですよね。結局立花さんは自分の立場だけなんですよね。自分の党が生き延びればいいっていうところでガーシーを利用したっていうところなんですよね。すでにツイッターも凍結されるガーシーだが、それでもまだ生きようよ。FC2 やインスタグラム、TikTok など他の SNS ツールを利用する、あるいは直接 YouTube で発信することができなくなったため、500近くであるという切り抜き舞台を使って、自身の動画を切り抜いて発信してしまう方法や、他のチャンネルをジャックするなど、あの手この手で繋いでいった。でも、ガーシーのね、チャンネルはね、切り抜き隊は、ほとんどなくなっちゃったんですよ、確か。切り抜き隊の人たちはね、バンされた切り抜き隊、切り抜きのユーザーたちは、切り抜きチャンネル一発バンされました。毎日投稿頑張っていたので悲しい。切り抜き舞台ほとんどバンされました。自分のアカウントもバンされてかなりショックです。などとつった。でしょうね。切り抜きとはいえね、一応ね、収益目的にしてたわけだから、ネタがないからガーシーのネタをもらっておこぼれもらおうとしたのに、自分らもアカウントごとバンされてもう二度とできなくなっちゃってるわけでしょ。それは悲しいでしょうねと思います。なんか謝ってましたよね、なんかガーシーはね、切り抜き隊にね、申し訳ないみたいな。で、視聴者からはガーシーは面白くなくなったという声も漏れ始めている。ガーシーがおとなしくなったら自分のアカウントがバンされる以前のような口調で攻撃を続けていると、切り抜き舞台のアカウントやジャックしたアカウントもバンされる恐れがあることで慎重になっているのだ。ただそれでも切り抜き舞台のチャンネルが続々とバンされることになってしまったと。で、麻生先生とのコラボも削除されたと。ガーシーは以前にも警察がバンしようとしていると言っており、アカウントの停止は圧力によるものだと思っているようです。でも YouTube の内部でもよろしくないという声が出始めたようです。暴露がプライバシーの侵害にあたります。脅迫や営業妨害で撮られても仕方ない動画もあります。怒りに任せて負け舌で怒鳴り散らす姿に、彼の動画を見たアンチでもない視聴者からもクレームが寄せられたようです。ガイドラインに抵触してると思いますけどね。まあ恐喝とか強要ですよね。謝れとかね、いついつまで何々しないともっと晒すでとかね。僕はあれずっと強要だなと思って、いじめだなと思ってたから。ネットから追放、配信不可能な状態では万事休止と思われますが、さすがにガーシーなかなかしぶとい。まあオンラインサロンとか開設してでもダメでしょうね。スポーツ記者はあれだけの人数の芸能人の名前を挙げていても、晒されたのは数えるばかりでした。しかも誰も潰れていませんからね。まあ綾野剛さんもね、視聴率いいですから。少し飽きてしまったという人も多いようです。芸能人は何度も指摘されているように、一般人には馴染みのない人が続々と登場する、たびたび登場することです。綾野さんとエッチしたっていうあの女の人も知らないですしね。まああとはなんか出てきたヒロもね、マイファーストストーリーのヒロもね、やっぱりちょっと小物ですよね。で、一般人には馴染みがないかもしれないですね。その人たちに関して興味を持つのは業界人だけでしょうから、大手メディアが取り上げることはまずないでしょうからね。マスコミ視聴率も高かったガーシーだが、彼らからももういいかなという声が多く聞かれるようになった。一人の人間を声を荒げてしつこく攻撃するように名前を挙げた人たちを淡々と晒していった方が面白かったでしょうし、アカウントをバンされることもなかったのでは。今後何が飛び出すのか多少の興味はありますが、
彼が晒した内容をそのまま報じることはないでしょうね。彼を名誉毀損で訴える動きも出てきてしまってます。こちらの負け添えを食わないように今後ガーシーに関しては慎重に取り扱うことになりそうです。その分露出が少なくなり影響力も落ちると思います。浜辺美波ちゃんのこともなんか言うって言ってたでしょ。橋本環奈ちゃんも実はあるから言うって言ったり、いっぱいいたんですよね。この人は言う、この人はある、この人はあるみたいな。スポーツ選手なんかも結構いっぱい言ってたんですけどね。まあ男性タレントも数えられるばっか、女性もほとんどない。最初の頃確かに面白かったですね。流れ玉でそんな名前が出てくる、こじるりとかね、そこら辺面白かったんですけど、どんどんなんかしょぼくなってきたんですよね、ネタがね。立花党首のガーシーは8月3日召集の国会、臨時国会には初登院はしないばかりか、一生日本に戻ってこないという、それは逮捕されることを避けるためだとか。しかしこれには非難の声が上がって、ガーシーファンはそれでもいいんでしょうが、他の有権者から国会議員の仕事を何だと思っているのかという声が多く聞かれます。前例のないことなので今後どうなるかは見通しがつきません。立花党首は先日自身の YouTube チャンネルで堀江さん、堀江門と対談したときに、ガーシーが除籍になる 100% ないと言った後に 99.9% 言い換えてます。 0.01% の可能性があると見ているので、まあだから除籍になると思ってんでしょ立花さんも。仮に除籍になっても誰か他の人が繰り上げるだけで、 NHK としては何も困りませんし、党としては非難を交わすことができるとできていいと思うんです。だからここなんですよね、僕ずっと問題と思ってるの。立花さんの思い描いてるシナリオの中で、ガーシーはガーシーの名前で NHK の比例は上がったと、 NHK 党自体も党として残った。でもガーシーはどうするかって話でしょ。ずっとドバイにいてなんかできるはずがないって立花さんだって思ってるんでしょ、心の中では。でもあえてできるって言ってるんですよね、ガーシーのね、モチベーション保つために。でも今もう受かっちゃったからもうどうでもいいんじゃないですか。で除籍になったら除籍になったで、でも NHK 党は残るんで別な人を繰り上げ当選させればいいだけの話なので、だから NHK 党は何の痛でもないんですよね。むしろラッキーだったんですよね。であとはガーシーが消えていくだけって、だからガーシーもかわいそうなんです。だからそれ前から僕はずっと思ってた、 ずっと思ってた、ずっと言ってたんですけどね、ガーシーが利用されてるだけだっていうのね。ますますそれが色っぽくなってます。また彼が逮捕を恐れて帰国しないということでがっかりしたという声も聞かれる。失うものは何もなく怖いものは何もないという怨命を切っていたのは、これでは説得力がないとも言えます。関係者の間は逮捕する可能性は低いと見られているから余計ですが、余計ビビリに見えちゃうね、これね。ガーシーはね、僕は乗せられたんだと思います。もう立花さんの手のひらの上で転がされて、 YouTuber としても終わったし、議員として終わったらどっから金が入んのっていう感じですよね。多分立花さんもね、ガーシーにお金なんかも出さないと思うしね、ガーシーだけがきついようになっていくと思いますよ、これ。